こんにちは。時刻はですね、午前10時45分回ったところですね。今日の駅もおすすめ駅ですね。紹介していただきました南止水駅と言います。これで南止水と読むんですね。なんか酒井さんの酒井なんで、笹井かと思ったら止水って読みますんで、南止水駅でございますね。駅周りですね、月決め駐車場がありまして、車何台か止まってて、あと南止水駅、駐車場ということでね、あります。で、何軒か民家って、そこが売り地で、民家が何軒か林の中にひっそりとっていう感じなんですけども、あそこの看板にですね、カフェの看板があって、酒蔵カフェというのが、ここから800メートルぐらいのところに飯沼本家ですかね、がありますね。飲めるんですね。酒蔵があるようですが、車も結構さっきから来ますね。で、U ターンしてく車も多いんで、ちょっと避けるのも大変なんで、それでは行ってみましょうか、中に。で、何名かね、やっぱりいらっしゃって、まあ、映らないようにしたいと思いますが、お兄さんが2人、おっさんかな、お兄さんと お兄さんが2人か、おっさんが1人か分かんないんですけど、結構来ますね。1時間に2本、30分に1本ぐらいね、いうペースで来ますので、上り千葉東京方面と下りが鳴門と銚子方面ですね。で、10時45分で来たんで、進むと11時6分乗れるかな。じゃないと1時間後、まあどっちでもいいですけどね。割と来やすいかなっていう感じはします。で、切符をお持ちになるお客様にお願い。乗車の際は乗車証明書を必ずお持ちください。乗車証明書発行機は左。いつものやつ、いつものパターンですよ、これ。これですね。これで、なんせ自動券売機がないんでね、これをいつも通り持つと。もしくは、もうこれありますんでね、スイカ、入場と、出場とあるので、まあ、スイカとかパスも持ってれば問題ないかなっていう感じですね。で、路線図が、これ、首都圏のあの路線図ですね。南止水ここなんで、左桜と成田が近いですね。で、ずっと行くと銚子まで行けると、成田、銚子まで、茂原まで行けますけどね、蘇我とかね。西船橋上野ということで来てますんで、それでは駅の中入っていきましょうか。何人か待ってる方もいるので、こっちが成田方面ですね。で、こっちが銚子方面なので、それでは歩道橋をね、渡っていきたいと思います。まあ、林の中にひっそりとある駅で、総武線ですね、ここは。総武線の、銚子と、成田の間ということになるわけですけど、まあ、こう林の中にひっそりとあって、何軒か駅の周りもこういうふうに民家あって、まあひっそりとしたのどかのいい駅だと思います。で、このホーム見えるんですよね。銚子方面と成田方面のホームが見えるの で、ちょっと待合室にね、人がいらっしゃるので、ちょっとあっちの中映さないようにして逆方向にね、歩いていきたいと思います。結構割と、まあ、人が使ってるかなっていうような感じはしますけど、静かでいいところですね。まあ、駅舎はないですけど、駅にするにはいいところなのかなとは思いますけど、待ってらっしゃるんで、ちょっと逆方向行ってみましょうか。銚子方面に歩いていくと映らないと思うので、こっちですね、まあ、林の中でひっそりとっていうような感じで、まあ、南止水ってこの総武線のね、黄色い駅表示名ではありますね。ちょっと蒸し暑い、雨上がった感じなのか、ちょっとジメジメしますね。そろそろ6月って梅雨の時期ですもんね。南止水って書いて、中国語だと、酒になるんですね。これ、佐々木さんの、なんて言うんでしょう。これなんて言うんですか、これ。佐々木さんとかの、この、青とか緑緑とか、佐々木さんの、これが中国語ではないんですね。へぇ。で、右、えのき戸。左、桜ですね。桜結構大きい駅ですよね。んで、駅周り見て、まあ、結構林の中にひっそりとっていう感じで、レンカさんがね、紹介してくれたわけですけど、いいとこですね。レンカさん、さすがですね。いろんなとこ知ってるなって感じで、おすすめしてもらってね、ありがとうございますっていう感じですけど、非常にいい駅です。自動販売機もあるんでね、伊藤園のね、割といいかなっていう感じはします。あ、環境はいいと思いますね。素晴らしい駅だなと思います。またね、どんどんね、銚子に向けてね、進んでいきたいと思いますので、以上ですね、南止水駅でございました。